はい、じゃあ久しぶりにね、13日の金曜日やっていきます。さあ今回はこのジェイソンは俺ではないな。ということは俺は逃げる方やな。はい、ということでやっていきましょう。まずは、まあ、近くの家に入る。でこれね、多分ね、ドアから入るよりも窓から入った方がね、いちいち開け閉めしなくていいから効率がいいと思う。で、ドア閉めて、うん。で、あとは、まあ、物色して、ここも、こっちも、よいしょ、ここ、武器ゲット。で、そこも、調べて、お、ナイフ、いいね。このナイフがあると、ジェイソンに掴まれてもナイフを刺して脱出できます。さーて、もうないかな。じゃあここ出て、お、誰かおるな。おう、初めて人に会った。よし、とりあえずそこ入ろう。よいしょ、よいしょ。んーで、なんかないかな。脱出するためのアイテムが欲しい。ん？とりあえず閉めて、鍵を。お、なんだこいつ。なんでそんな臨戦態勢に入っとる。お、殴ってきとるぞ、こいつも。あ、こいつやばいやつや。やべえ。やられる前にやらんと。来いや。おっと、やばい、ダメダメ。危ない。逃げろ。よし、OK。いいざまあ。逃げろ。やべ、めっちゃ、カチカチしてくるぞ。やべ、逃げろ。ああ、違う。ダメ、閉めたらいかん。よし、あ、いけ。殺せ。くわ。やばい。やれ、ちょっと、ああ、ダメや、武器が、やべ、やられる。逃げろ。早く、ああ、いけない。あ、回復しな。よし、OK。やべ、まあ、なんなんよ、こいつは、くそ。腹立つな。早く逃げろ。やべ、逃げろ。よっしゃ、OK。で、ドアの中。いけ、逃げる。お、武器ゲット、よし。しかも、ジェイソンも来とる。音楽が。あ、間違えた。中入るつもりだったのに。お。まだ入ってきてないな。お、ジェイソンと一緒におるぞ。お。おい、ジェイソン殺せよ。あいつ殺してくれよ、ちょっと。早く。とりあえず、鍵閉めとけば、奴は入ってこれんはずやで。まあ、この中に隠れて、ジェイソンと、あの裏切り者がね、消えるのを待とう。お。来るか？ん？こんな。ふぅ、この中にはアイテムはないかな。てか、さっきの狂ったやつ、俺の家の周りぐるぐるしとるんやけど。ほら、名前が見える。何？執拗に狙ってきとんな。お、ジェイソン来るか。お、なんだあいつ。いやー、これは逃げれんな、あいつが包囲しとるで。こんな同じとこにおったら絶対ジェイソンにやれるけど、奴が周りにおるせいで逃げれん。こっち怪我しとるからあんま早く走れんし。いや、これは拉致があかんな。ほら、あいつ素振りしとるぞ、素振り。ほら、めっちゃぐるぐるしとる。お、なんだ？
ジェイソンとバトルでもしてくれとれば。お、手が来た。ジェイソンがドアを破壊する音が来たか、こっちへ。うわー、来た。いやー、しかもあいつもおるじゃん。なんであいつは殺さんのよこいつ。うわー、いけ、殴れ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 、ついでこいつを殺せ。逃げんなよ。そう、なんでジェイソンはあいつの味方するんよ。うわ、危ない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 。うわ、もうこの速さじゃちょっと逃げるの無理やな。ナイフ1個あるけど。うわ、来た、殺せ殺せ。あー、つぶり。やばいやばいやばい、ジェイソンが、あー、捕まったけど、まあナイフあるで。1回は大丈夫。オッケー。なんなんよ、こいつら。なんで共同戦線張っとるんよ。おい、殺せよ、ジェイソン、そいつ。殺せよ。おいおい、お互いに無視かよ。無視、めっちゃ退治しとるのに、無視しとるんやけど。あ、逃げた。なんなんよ、こいつは。奴らグルやな、完全に。お、トミーがおる。こいつどうする気を、一体最終的には殺し合うんか、一対一になったら。お、トミ、お、トミーが、トミーが銃構えとる。こいつ殺そうとしとる。うわー、もうぜひとも頑張ってほしいな、トミー、頑張れ。殺、お、来た来た来た、よしよし、殺せ殺せ。逃げるな逃げるな、おい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 、逃げんなよ。トミー、うまっ。よっしゃ、ザバーやなこれ。いやー、今のはちょっと爽快やな。すっきりした、ありがとう。ジェイソンに襲われとるか。何やっとるよ。ああ、あ、トミーが。ジェイソン来るか。あ、来た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 。ちょっと撃てよ、銃銃撃てよ。おい、銃撃たのやられるって。そんな鍋なんかじゃ、鍋なんかで戦ってもちょ無理やろそれは。ああ、あー、やられた。なんだこの、このジェイソン下いけるの好きやな。さあ、あと一人は。まあ、一対一なんとね、ほんときついからね、このゲーム。お、あそこに罠あるよ。そうそう、罠を、この玄関の、そこら辺に仕掛けな。仕掛けんのかい？おい。そっちに仕掛けるんか？いやいやいや、そうそう、そこにね、そこに仕掛けようよ。ジェイソン目の前に来とるよ。早く、早く仕掛けた方がいいと思うんやけど。ジェイソン家の前におるよ。お、置いたけど、置いたけど仕掛けんの？え？何それ？置いただけって。何のつもりよ、それ。お、来た来た来た。いやいや、だから罠仕掛けとかんと。あれ、こんな。あ、ジェイソン家の前に罠仕掛けとる。さあ、どうするつもりや、これ。お、来た来た来た。いや、罠仕掛けとかあんで、これ意味ねえわ。お、とりあえず撃つんやな。撃って、でもそこやとジェイソン使えて、外出れんと思うんやけど。その窓から逃げても遅いと思う。あ、罠！うわぁ、マジか。てか、罠めっちゃ仕掛けとる、こいつ。3つもある。玄関の前に3つも罠仕掛けとる。これは絶対逃げれんわ。いやいや、そっち罠あるよ。あーあー、これもうダメやな。あー、やられる。あー、終わった。くそー。
裏切り者さえおらんけりゃな。ちょっと、どうにかできたと思うんやけど。ということで、今回の動画、ここら辺で終わりっすね。では、ありがとうございました。動画を最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録と高評価、ぜひともよろしくお願いします。そして今関連動画も貼ってあるんで、よかったらそっちも見てってください。じゃあ、ありがとうございました。失礼します。